はい、えー、どうも吉谷です。えー、今回ですね、熟成さんから LINE の方でご質問いただいたので回答をしていきたいと思います。えー、いつもありがとうございます。僕の今からやっていこうと思っていることについて方向が正しいのか変更した方がいいのか、えー、加えた方がいいのかなどを教えていただきたいですと。よろししくお願いしますライティングはランサーズに似てスキルアップをさせるためにできる仕事をエントリーしてこなしていく。 それと同時に自分のブログを書き積み上げていく。また、ワードプレスに登録していないので登録して、ブログのを書きグ、Google グアドセンスを取得する。あとはブログを積み重ねていく。YouTube に関してはコンテンツ動画を見て勉強しながら実践していく。自分の無料コンテンツを作り、自分のメディアをリストを、えー、獲得する。そこから有料コンテンツを売る。今やることはライティングの作業をしながらスキルアップすることと自分のメディアを育てる。そして自分の商品を作る。こんな感じでいいのでしょうか。と 大まかはあ、ねはい、ただ、まああのちょうん、まあこれはですね集自分のメディア、まあ、最終的になぜコピーを今やってるのかに関しては、まあ、自分のメディアの生、えー、かすため、うん、もちろんその、うん、ランサーズでライターとしてご飯を食べていくことも可能では可能ですただ、まあ、最終的に自分の商品を売りたいということですから、えー、その今お金ちょっともらいながらスキルアップしていくと。 でそれを活かしていいくというとうころですね。ただここに一つ入ってないのがセールスするっていうのが入ってないですねただセールスに関してはお客さんの集客がされてないとセール1人でも集客してないんだったらうーん、まあ、セールスしようがないのでまずやるべきことはお客さんの商品を作るんじゃなくてお客さんから反応をもらうってことが大事ですもう一度言いますねあのお客さんから反応をもらう1人でもいいんで反応をもらう 要は、1アクセスでも、その1アクセスが例えばアンケートに答えてくれた、もうこれでいいんですよ。じゃあ、そのアンケートを答えてくれたら、そのお客さんと接触できるじゃないですか。じゃあ、この接触できたときに、電話クロージングなのか、直接なのか、まあ、ネットでまあ僕みたいに動画を送ってこうやるのかによって、セールスできるチャンスができるわけですよ。接触できれば。 だからまずこれね重要なことが商品作ったとしても売れなきゃ意味ないんですね何のために商品作るのか売れなきゃ意味がないのでじゃ売るためには何が必要なのかっていうとお客さんに反応してもらうことが大事なんですよ。例えば100万例えばですよ100万人のメルマガ読者がいますだけどメール1通送りました全くクリックされませんじゃあ意味ないですよねだけど10人の濃い読者さんがいて1通メール送ったら全員がクリックしてくれる。 全員がアンケートに答えてくるもう神そっちの方があの100万人持ってるより10人の100%の反応率の方がいいです。だって反応しなかったら意味ないですよねどんだけアクセスがあっても。 だからこれはドリームアカデミアでも教えて,るです教えてますけど少ないリストからその売り上げを上げるっていうフォローアップ勉強会でも講義でいろいろ言ってると思うんでその少ない最初は少ないリストから売り上げを作っていかない少ないアクセスだったりとか少ないリストから売り上げを上げていかないといけないわけですからあのドリームアカデミアに入ってる、えー、少ないアクセス少ないリストから売り上げを上げるっていう勉強会の 映像を見ていただいたりとか、まあ、他の講義でも言ってますけどそこ反応を取るっていうことをしっかりとやってくださいどうやったら一人から反応を取れるのかアクションを取れるのか例えばそれが、えーまあ、一番いいのは顧客情報ですよねアンケートなのかメールアドレスなのか LINE なのかっていうところにフォーカスしてくださいでネットビジネス以外にもその企業さんがやってることじゃ店舗もやってることって何なのかっていうともう広告を打ってその例えばその無料 この前そのチラシが入ってたんですけども来場するだけでお米あげますよみたいなそれはマンション売ってるチラシだったんですけどだから見るだけキャンペーンってやってたんですよ見るだけキャンペーン分かります見るだけキャンペーンですで見に来てくれたらそのマンションを見に来てくれたらもれなくお米をプレゼントわかりますだからマンション見るだけですよ見るだけキャンペーンっていう見るだけだけど米あげるよっていうどうですかだけどなんでそれやると思います キャンンペーン名が見るだけですよ。じゃあ何で企業さんは見るだけなのにお米あわざわざあのこうつくあ作ってないですけどそのお金を投じて、ね、原価か,かかりますよねお米。じゃあそれをプレゼントするのかっていうとお客さんとの接触をしたいんですよ。うん、ということはこれ営業マンがうまければこの接触した時にうまくクロージングができれば売れる確率がありますよね。 じゃあ米一つ確かに米一つ無料で配るけれども1頭売れれば一瞬で米なんか回収できるわけじゃないですかだからそのお客さんとのセールスチャンスを作る上でのその接点を作らないとまずいけないんですねだから商品は作らなくていいです お客さんといかにお客さんの顧客情報をいかに手に入れるのかお客さんのアンケートだったり LINE だったりとかメールアドレスこれを必ず手に入れるためにやるべきことリアルだったらお米プレゼントしてるわけじゃないですかじゃあネットだったら何ができるのっていうねそれはプレゼントを無限に作れるわけじゃないですか。 だからあのお客さんとの接触ができるようなそのプレゼントのオファーだったりとかあこんなプレゼントしたらお客さん喜ぶよねとこれだったら欲しくなるよねこれだったら LINE にメッセージくれるよねとかこれだったらアンケート答えてくれるよねっていうところを考えて、えー、そこを作るべきです、商品。はははなななくくくてててももも売売売れれれるるんんでで商商品品ますす作ら もう一度言いますね。商品は、これはまあドリアカの講義でも言,言ってますけど、商品を作る必要はないです売ってから商品作ればいいんです。売ることが大事なんです。決済されてから初めて売り上げなんで、商品作っても決済されなかったら売り上げにならないんですよ。だから、えー、これはドリアカの講義でも入ってるんで、ぜひ見てください。順番が逆です。まず、売ることです。まあ、これが分かりやすいのはコンサートチケットですね。はい、ではですね、えーまあ、いただいた質問に対しての回答をさせていただきました。ありがとうございます。